ナジャフ県に属する。2003年当時、の人口は約11万人。現在のクーファの市街地は7世紀に建設されたクーファ遺跡の近郊に位置する。町の名前はアラビア語で、円形の砂丘、ナバタイ語で、赤い砂を意味する。7世紀前半、バスラに続くイスラーム勢力2番目のミスルとして、預言者。 ムハンマドの共有サードイブンアビー・ワッカースによって建設された町がクーファの始まりである。建設年については636年、7年、638年、9年、639年、40年と諸説ある。外閣は正方形に近い形で、モスクと知事の庁舎が町の中心となり、アラブ遊牧民が部族単位で居住区を形成していた。 ウマイヤ朝初期までに約14万人のアラブ人がクーファに移住したと考えられ、後に現地の人間もクーファに居住するようになり、商工業に従事する住民が増加した。第4代カリフアリーによって首都に定められたが、アリーの死後に首都としての機能を喪失する。ウマイヤ朝期のクーファは、イラク北部などの北方地域に勢力を拡大するための軍事拠点となる。そして、 クーファにはアリーを信奉するシーア派の人間が多く集まり反乱、反政府運動の温床となった。ウマイヤ朝の創始者、ムアウィアの死後にクーファの市民はアリーの維持不在を要して決起を試みたが、反抗は失敗する。685年には過激シーア派の解散派に属するムフタールがアリーの別の維持ムハンマドを要してクーファで反乱を起こし、 ウマイヤ朝から派遣された総督を追放した。ムフタールの勢力は一時は南イラク全域に広がったが、687年に反乱は鎮圧された。ウマイヤ朝打倒の契機となったアッパース革命でクーファは革命の中心地となった。749年にアッパース朝の創始者サッファーフはクーファでカリフに即位し、町はアッパース朝の首都に定められた。 751年のタラスカ藩の戦いでアッバース町の捕虜となった中国人トタマキはアトモラの名称でクーファについての記録を残している通り点に引用されているトタマキの旅行記金品記にはクーファに関する具体的な記述がされクーファについて最も早い時期に書かれた貴重な資料となっているアッバース町の2代目のカリフマンスールは大勢に 批判的な人間が集まるクーファを敬遠し、神徒の建設を考えた。マンスールによって、アッバース町の神徒として、バグダードが建設されると、クーファの政治的、軍事的重要性は低下するが、イスラーム諸学の中心地としての地位を保ち続ける。クーファは、イスラーム法学の研究の中心地の一つであり、クルアーン解釈学の始まりの場所でもある。クーファの出身者の一人に、 ハナフィー学派の創始者、アブー・ハニーファがいる。また、アラビア文字の書体である、クーフィー隊の名前は、クーファに由来している。14世紀に旅行家、イブン・バトゥータがクーファを訪れた時、町は治安の悪化によって荒廃していた。イブン・バトゥータの大旅行期には、町の大モスク、廃墟となった知事の庁舎について述べられている。1979年6月に、 イラク政府によってシーア派の指導者であるムハンマド、サーディクアイコールサドルが軟禁された際、クーファでシーア派住民による抗議活動が起きた。イラク戦争後はシーア派の指導者、ムクタダーアイコールサドルの拠点とされ、イラク政府、アメリカ軍との間で戦闘が発生した。7世紀に建立された大モスクは、数度の改修工事が施され、金のドームを有し、 サファビー長期のタイルで装飾されている。初期のモスクは長方形に区切られた広場の周りに堀が巡らされていただけで壁は存在していなかった。モスクの南側には幅100メートルほどの吹きさらしの中楼が存在していたと言われ、南側に植えられた木に向かって礼拝を行っていた。ありがとうございます。